皮肉だね。悪党の血の方が綺麗な花が咲く。ヨミ様は新参者の鞍馬になぜあれほど。確かにお前の妖力は我が国で第二位の力がある。カーラ、ヨミに言われなかったか。人質は丁重に扱えと。ムカつく野郎だ。口の利き方に気をつけろよ。俺がその気になればガキの首は胴から離れるぜ。バカかお前。人質は無事だから意味があるんだ。お前は命令通り、ただそいつに入ってればいいんだよ。ヘッ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 、別に殺さなくても方法はあるぜ。指を一本一本切り落とすとかな。俺をあまり怒らせるな。どうでもよくなることだってたまにはあるんだぜ。生きながら苦しめる方法なら俺もいくつか知っている。試してやろう。すまねえ、悪かった。ちょっと調子に乗ってみたかったんだよ。12800ポイント。ほう、うわ、信じられん。本当に6人とも妖力値10万ポイントを超えておる。一体どうやって。お主、どんな妖術を施したのじゃ。うまい食事と適度な運動、それだけですよ。確かにお前の妖力は我が国で第2位の力がある。だが策士としては無能だ。三国が緊張状態に入って以後、お前は優れた力を持つ者を育て上げたか。育てるどころか、10万ポイントを超える持ち主を誰一人として探しても来れなかったではないか。だが鞍馬はわずかの間に6人も連れてきた。お前が無能でなくて、なんだ。よければチャンネル登録、高評価、コメントをしてくれると嬉しいね。コメントに返信をする確率は 100%。